こんにちは、島直香です。はい、これ見てください。アスパラガスミリオンダスタだったかな。これ私の庭から切ってきました。今日はこれを使って生けていきます。今日使う花器の紹介します。鉄花器エレベーターです。これで、ね、こう置くんじゃなくてちょっとこう斜めにしておくといい感じになると思うんですよ。ね、まずはちょっとこういうものを使って、こっちこう見せたいよね。こうか、どう。鉄花器だから重たいものを乗せてももうともしない。これすごくありがたいですよね。アスパラガス多分ミリオンダスター違ってたらごめんね。調べてから行ければよかったかなって今ちょっとだけ反省してる。ね、グリーンが綺麗ですよね。もうこうパッと入れただけで決まった感じしませんかね。さあ、ここに今日は綺麗でしょ、ケイトウ入れます。ほら、ケイトウって言ったらね、赤いのね、濃いピンク、フクシアピンクみたいな連想するけど、で三直位置行ったらこういう可愛いのがあったんで、あ、いいなと思って買っちゃいましたね。ちょっとなんかこうこの、なんていうの、ガッとこうなってるところがたまらなく好きですね。ね、よっ、これどこに入れようか、ね、後ろからだとちょっとよくわかんないので、キュッと前に回ってグッと入れていきます。はい、一番太いのがあります。ね、綺麗だよね、これよよ。この辺どこいいよ、ちょっと入りにくい、流木がしっかり入っちゃってるから。はいはいよ、どうだろう、こんな感じでね、ね、まあこう決まったんだけど、なんかつまんないよね。こうキューンとした曲線入れたいな。そう、キューンとした曲線といえばこういうキウイのツルね。はい、これをシャクッとこう、もうあのね、ここ難しいこと考えずにシュルッと入れちゃいますね。シュルッとっていうか、もうよいしょ、このグリーンとで、ね、この多分白綺麗に映えると思う。ちょっと長すぎたかな。ひゅっと。よっ、ねえ、ここんとこ暑くてね、ちょっと1週間お休みもらったからね、えしっかり対策をなんて思ったんだけど、まあ普段っぽい作品でもいいかなと思って今日のこの作品になりました。よっ、しっかり入れとかないと。よいしょ、ね、こうやって巻いて巻き巻き巻きってなって、これちょっと外しちゃう、私ちょっと外しちゃう、あ、怖いな、パキッと折れたら怖いなと思うけど、ちょっと外してね、線を緩めていきます。あの、そのままスポーンと入れたのでは絶対面白くないですね。ほらほら、緩めたことによって違うラインがね、見えてきたね。これを前の方に入れようかな。それともここかな、この辺。シュッ、ちょっと流して、こんな感じでどうでしょう。
もう一本ぐらい入れとこうかな。ね。こうグリーンの中に白い線がね、入ると綺麗ですよね。はい、今日はあんまりこうガリガリガリってした作品じゃありません。もうあるものポンポンポンと入れてみました。作品ナンバー594、暑いからサクサクっといける好評、行ってみたいと思います。いやー、なんかすごいいい加減なタイトルつけちゃったけど、それぐらい熱くって思考能力がもうまとまりませんという感じで、うん、家にあった家財パパパパパーっと取り合わせていけた作品なのです。うん、でもね、三着一でね、この系統を見つけたとき、あ、これいいなーって思ったんですよ。あのなんかね、すっごいこう、色もほら、黄色と、ね、赤、二色入ってるなんて、なかなかいい感じだと思いませんか？それから、この背景、どう？薄いサックスブルー。ね、ただね、これね、実はね、撮影普通にしたらこのブルーが出ないのよ。もう全く出ない。午前中撮影してもブルー出ない、午後撮影してもブルー出ない。あちゃーって思って、夕刻、そうね、6時前にカメラ構えたら、お、やっとブルーが出たっていう感じなんですよね。こんなにブルーに悪戦苦闘するとは思いませんでした。うん、この作品ね、ピンク背景だと多分ね、この白いキウイのつるは綺麗に見えたと思うんだけれども、なんかね、このね、ミリオンダスターのグリーンと系統の黄色、なんか濃いぞって思って、うん、避けてこのブルーにした次第なのですね。夕刻だっていう感じ、やんわり皆さんに伝わるでしょうか。ねえ、ほんと、暑くてバテバテだけど、うん、たまりませんよね。やっぱり行けたくなります。さて、お知らせです。10月の11、12、13、愛媛県松山市の伊予鉄高島屋にて、愛媛県支部展が開催されます。実はね、もう私下行きなんかやっちゃってるんですよ。頑張ってまーすね。それでこっちが手抜きになっちゃっていう感じ、えへへへへへへっていうところが本当のところなのです。さ、それでは皆さん、よろしかったら YouTube 登録およびコメントお願いしますね。コメントこそが私のエネルギーなのです。今日はありがとうございました。